はい、どうも、ケペです。今回はですね、COD-BOCW で使える、打ち合いでテストを減らすテクニックをね、3つご紹介したいなと思います。で、まあ、割と FPS の基本的なテクニックになるんで、まあ、大抵の FPS で応用が効くテクニックになるかなと思ってるんで、まあ、COD やってない人でもね、初心者の方は参考にしていただければいいかなと思います。はい。で、まあ、テクニックまず1つ目なんですけど、打ちやめですね。まあ、多分、テクニックに多分正式な名称ないんですけど、まあ、例えばここからここで敵がね、ポイント入ってくる敵を見てますと。で、その時にこう敵を撃って、敵があの物陰に隠れてやりきりませんでしたと。まあ、その時にこう貪欲にね、こう狙い続けるんじゃなくて、まあ、やりきれなかったらやりきれなかったで、一回引くみたいな。じゃないと、ここのポジションって、あっちのロングとか、ここのエスカレーター下とかから車線が通っちゃうんで、ここずっと狙って、まあ、下がって狙ってもいいんですけど、まあ、とりあえず狙っとくのってリスク高いですね。てか下がってても、フラグ入れられたりするんで、一回打ちやめて引いた方がいいですね。まあ、他にも、こう、キルが取りきれなかった場合もですけど、まあ、二人敵がやってきましたと。その時に、まあ、1キル取りました。その時に2キル目を欲張って取りに行くと、まあ、大体、そういう状況ってやられちゃいます。まあ、こっちの体力が減ってることもほとんどですし、こっちの場所がね、もろバレの状況になるんですよ、時って。なんで、二人いたとしても、一人やったら、一人やって一回引く。で、体勢を立て直してもう一回、もう二人目を狙うっていう風にね、するといいと思います。あとは、こう、ああいうロングとかで移動してるやつをドゥルルって打って、あとちょっとでやりそうみたいな。あとちょっとでやりそうみたいな時で、まあでもやりきれないとかあるじゃないですか。そういう時も、あんまり貪欲に、こう、打ち続けても基本的にやれないことが多いんで、まあ大体フルオートの武器だったら、まあ大体10発ぐらい打ってやりきれなかったら、引くのがいいと思います。まあ、例えば、初期、40発あって、10発ぐらい撃って、ああ、やりきれなかった、じゃあ一回下がろう、みたいな感じで、まあ、キルに貪欲にならずに、それぞれキリのいい場面、キリのいいタイミングで射撃をやめて、一回引く。っていうのを覚えるとね、本当に驚くぐらいデスが減ると思います。本当、フルオートでずーっとこうやって敵を追いながら撃ってる人とかいると思うんですけど、まあ、10発以上撃ってやれなかったら一回引いた方がいいですね、大体。10発撃ったぐらい時間経つと、大体もう他の敵から射線通されて殺されるんで、まあ、こうやって射線を切って撃つっていうやり方もありますけど、裏とかもあるんで、結局はね。COD 射線が1個しか取らねえってことは基本的にないんで。まあ、打ちやめの簡易的なまとめとしては、敵に物陰に隠れられた時、敵が2人以上いて1球もぎ取った時、フロートで撃ってて10発程度撃った時に、まあ、キルに貪欲にならず、射撃をやめると。じゃあ、フロートだと10発程度って言いましたけど、バースト武器だったら大体その、キルが取れるバースト回数プラス1。例えば、1バーストで武器が取れる、キルが取れる武器だったら、まあ2バーストでやめるとか。2バーストでキルが取れる武器だったら、3バーストやってダメだったらしちゃったらやめるっていうのが、まあ大体の目安ですね。まああくまでその状況によるんで、例えばあそこのやつめっちゃローで、顔出しそうだからもうちょっとでやれそうみたいな、とか、あそこのやつ全然うろちょろしてて、全然本当にこっちの車線に気づいてないから、いや、もうちょっとでやりそうみたいな時。まあまあ、欲張ってもいいんですけど、基本的にはあんまり欲張らない方が、デスの軽減につながるんで、おすすめです。で、二つ目が、振り向き回避ですね。まあ、こう、例えば射撃をやめて引く時とか、敵に撃たれて、うわぁ、逃げようみたいな感じの時に、こうやって横移動で逃げると遅いんですね、移動が。この、移動の、初速も遅いし、移動スピードも遅いんで、こう、打ち合ってて横移動で遮蔽物に隠れるって、まあ、あんまり、逃げ切れることがあんまりないんですよ。まあ、逃げ切れますけど、基本的にあんまり遅いんですよ。そういう時に、90度振り向いてこうやってダッシュした方が、基本的には弾を避けれます。Apex とかでも、リロードしてる間こうやってぐるんぐるんぐるんって動いてる人いると思います。上手い人とかね、リロード中こうやって、弾を避けてないですか？あれって横移動よりも前方への移動の方がスピードが速いからっていうのと、この正面で向き合ってる時の胴体の当たり幅よりも、こうやって横向いてる時の胴体の当たり幅の方が狭いんですよ。当たり判定の問題でね。っていうその2つの理由から、弾を避けるときは、こうやって横移動するんじゃなくて、90度振り向いてダッシュした方が、本当に極端にデスを減らすことができます。ちなみにこれ、パッドの低感度の方でも全然90度くらいだったらできると思います。本当、感度1とかだったら無理ですけど、感度4くらいだったら、
多分こんぐらいのスピードですけど、こうやって打ってて、あ、やっべーぐらいのスピードになりますけど、まあ、素直にこうやって横移動するよりかは、こうやってダッシュした方が強いと思います。まあ、当たり判定と、横移動より前方への移動の方が早いっていう理由から、弾を避けるときは、横移動するよりも、90度振り向いて逃げましょうと。で、ちなみにそこに、まあ、応用として、そこにこう、スライディングとか入れると、もっと弾が当たりづらくなります。スライディング結構ね、走り出して一方、もう二歩目からスライディング出せるぐらいには、スライディング出しやすいんで、このゲーム。まあ、この、振り向き回避と、まあ、状況によってはこのスライディングとかも組み合わせるといいと思います。こういうね、強ポジとかだったらあんまり効果ないかもって思うかもしれないですけど、例えば こっちからこうやってクリアリングしていって、ここいない、ここいない、まあ、ここでもギリギリ見えなくて、ここでようやく敵と撃ち合ったみたいな。まあ、そもそもあそこのポジションとここで撃ち合わない方がいいんですけど、まあ、ここで撃ち合ってて、あ、ちょっと危ないなーって時に、こうやって横移動だとものすごく遅いんですけど、おまけにこう遮蔽物に近づくのが遅いじゃないですか。ここまで距離があるんでね。こういう時とかは特にこうやって、こう90度振り向き回避をするとすごい効果的ですね。そうするとね、こっちからの車線とかもまあ多少切れたりはするんで、あとここら辺、下からの車線とかも切れるんで、振り向き回避は覚えるとね、多分どのゲームでもマジでめちゃくちゃ役に立ちます。で、三つ目に、まあ、レレレ打ち、ながら打ちですね。まあ、これは割と知ってる人が多いと思いますけど、例えば打ち合ってる時に、こうやって、突っ立ってこうやって打ち合わないで、こうやって横移動しながら打ち合うと。で、レレレ打ちは、なんだろうな。まあ、まずそもそも、特定の武器とか特定のカスタムでしかあんまり意味をなさないんですけど、レレレ打ちも一応バリエーションがあって、まあ、腰打ちでレレレ打ちしたりとか、ADS してレレレ打ちしたり、あとはこう屈伸を加えたり。屈伸はね、まあ、屈伸を加えたり、ジャンプを加えたりっていうの、バリエーションもあります。ただ、ここら辺は、まあ、相手がどこを狙ってるかとか、相手がどういう風な打ち方をしてくるかっていう読み合いにもなるんで、どれがいいっていうのはあんまりないですね。ただ、ジャンプはあんまり強くないかな。まあ、ただ、ジャンプすると、相手がこっちにヘッシュを入れづらいっていうのと、こっちが相手にヘッシュを入れやすいっていうのがあるんで、ジャンプも悪くはないですけど、結構ね、ジャンプは見て対応できる上に、弾をあんまり避けられないんで、どっちかっていうとしゃがんだ方が敵の弾を避けれることが多いかなと思います。あとね、APEX って腰打ちすごい強いですけど、この千代にすごい腰打ち弱いんで、あんまり腰打ちはおすすめではないですね。目的地をマークした。8メートルか。まあ、このぐらいの距離って、APEX だったら割とね、こうやって腰打ちで内々で打って、8割くらい弾当たると思うんですけど、COD 本当に腰打ち弱くて全然当たりません。今40発ぐらい撃ちましたけど、まあ大体人に当たってるのこの範囲ぐらいです。この範囲ぐらいって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。まあ40発撃って16発程度。この距離で大体まあ 30% から 40% ぐらいしか弾が当たりません。APEX だったらね、このぐらいの距離全然もう 70%、80%、下手したら前段全然当たりうるぐらいの距離だと思うんですけど、塩でこの距離でほんと3割4割しか弾当たらないんで、腰打ちあんまり強くないです。まあ、ほんと近距離で感度が追いつかねえよっていう人はね、腰打ち使わざるを得ないと思うんですけど、そもそも腰打ち使うような距離だったら、一発当てて殴った方が大体強いです。結構ね、殴りダメージが145あって、これ人の体力が150なんで、一発当てたら絶対殴りで殺せます。なんでまあ、本当に緊急の時は殴りも選択肢に入るかな。まあ、ちょっと話それましたけど、まあ、このレレレ打ちでジャンプとかしゃがみとかそういうバリエーションも自分の中に持っとくとおすすめです。ジャンプで全然打ち勝てるなっていう相手にはジャンプでいいし、ジャンプは打ち負けるけど、屈伸するとよく打ち勝てるなっていう相手には屈伸多めみたいな、その試合の相手の苦手な動きを使うといいと思います。そのために自分のバリエーション、このレレレ打ちとかのバリエーションを持っとくとね、複数持っとくと有利に戦えるかなと思います。まあ今紹介した3つのテクニック割とね、ほとんどの FPS で基礎的なテクニックとしてなってるんで、まあぜひ知らなかった人はね、ちょっと意識してみて、やってみてください。特に1個目2個目、特に2個目振り向き回避。打ち合ってて振り向いて逃げるっていうのは本当に強いんで、こうやって横移動めっちゃ遅いですけど、振り向いてダッシュした方が絶対強いんで、
これ覚えてください。まあ、2個目のフレーム機回避と、まあ、1個目のキル2キル目とか欲張らずに1回1回引くっていうのを徹底すれば、割とキルレさんの試合とかはね、出せると思います。まあ、ハーポで120秒とか180秒乗りつつ、キルレさんぐらいは大体出せるかなと思います。その調子がいい時とか、そのある程度の実力がある人だったらね。まあ、ぜひ参考にしてみてください。さらば。